連合国軍が撒いたキラー約1万個と申し上げましたけれども、今現在除去できているのは実は、戦後総会航路警戒業務というんですけども、それを一生懸命やりまして、普通の商船等が通るところは、まあ、安全宣言といって、まあ、ほぼ安全に航行できるでしょうという宣言は早い段階でなされているんですけども、連合国軍が撒いたキラー約1万個と申し上げましたけれども、このうち今現在除去できているのは3500個ぐらいと言われておりますので、まあ、半分以上まだ残っていると、まあ、ただしもう戦後70年以上経っておりますので、まあ、センサー等がもう朽ちているので反応する機雷はほぼないというふうに言われております。ただ策略はまだ残っているのがありまして、例えば大きな港を作るために浚渫する海底の泥を持ち上げると、そこに当時の機雷がまだまだ出てきて、それは海上自衛隊で処分しているという状況です、日本の近海の機雷を除去することによって、輸出入が可能になったんですね。ですから日本をそういう意味においては、まあ、日本の戦後復興に貢献したというのが第一にあると思います。そして先ほどお話ししました朝鮮戦争に参加しましたけども、この時 GHQ から非常に、よくやったと非常に称賛されました、サンフランシスコ講和条約というのが日本は締結したんですけども、それにも大きく貢献したというふうに言われています。そして、3つ目が1991年、湾岸戦争後に、機雷の除去のために日本の掃海部隊が参加しました。で、そこで34個の機雷を処分して、やはりここでも世界的に、称賛されております。で、そういうことがありまして、で日本もやはり国際貢献をしていかないといけないよねということになりまして、その後 PKO 活動等が開催されておりますので、やはり湾岸戦争への掃海部隊の派遣は日本の国際貢献の先駆けとなっているというふうに言われています。